G1 ダイヤモンドカップ優勝戦1号艇山崎智也選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。予選トップ通過、そしてこの優勝戦1号艇ということになりましたけれども、うん、ここまで走ってきてというのはこう船足の手応えとかどうですか？まあ、中堅上位はあると思います。はい、勝利者インタビューなどでは合っていないなというコメントが結構聞かれたなと思うんですけれども、まだ完璧に合ってないんですけど、まあ、いいエンジンなんで、はい、じゃあこう多少ちょっとずれていた状態でも違和感はないんですか？いや、違和感あるんですけど、はい、足は悪くないって感じですね。ずれた状態でも中堅上位ということは合えばさらに良くなりそうな感じはあるんですか？とは思いますけど、はい。分かりました。じゃあもうプロペラでということになりますか？はい、スタートに関しては今節は全速でいけていらっしゃいますか？はい、分かりました。ではもう一言ゲストの皆様に意気込みお願いいたします。精一杯走ります。応援よろしくお願いします。2号艇石野貴之選手にお話を伺います。よろしくお願いします。はい、お願いします。序盤からいい手応えはあるというお話を伺っておりましたけれども、その後この5日目までというのはどんな感触？いい状態です。はい、はい、体感面とかはいかがですか？いいです。今日はプロペラとちょっと試運転している姿がありましたが、これに関してはどうやって？まだ作業の途中なんで何とも言えませんね。あ、はい、そうですか。はい、じゃあこうレースに向けて調整をしていてるところ、はい、はい、スタートに関してはいかがでしょうか？まあ、勘通りいけてます。勘通り、はい、分かりました。今日はね、2号艇での戦いとなります。最後にね、ゲストの皆様に意気込みお願いいたします。はい、頑張ります。優勝戦3号艇岡崎康弘選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。昨日準優勝戦は接戦となっていましたけれども、はい、準優勝戦振り返ってどんな仕上がりになっていましたか？足は、問題ないと思います。はい、ご自身の今節のこう戦いぶりというのはいかがですか？まあ、はい、しっかり走れてると思います。特に船足としてはどのあたり良さ感じられてますか？いや、全体的にいいです。そうですか。じゃあもう調整としては日々の気象に合わせてという感じなんですか？そうですね、はい、回転合わせる感じでやってます。そうですか。はい、優勝戦のメンバー比べてというのはいかがですか？そうですね、一節間石野さんと走ってないんで、はい、そこは分かんないですけど、他のメンバーは足負けはないです。そうですか。はい、スタートに関してはいかがですか？もう勘通りバッチリいけてます。バッチリいけてますか。はい、はい、ではね、今日3号艇での戦いとなりますけれども、はい、どんな戦いしていきたいですか？そうですね、はい、まあ、展開見てですかね。はい、では最後にゲストの皆様に一言お願いします。はい、優勝できるように精一杯頑張ります。ご声援よろしくお願いします。優勝戦4号艇石田誠吾選手です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。レースでの船足仕上がりというのはどんな印象ですか？まあ、バランス取れて中堅上位っていうところです。うん、今プロペラの作業部屋に姿がありましたが、何か調整はなさってたんですか？また今日ちょっと天候が変わってるので、それに合わせてプロペラ叩いてました。はい、もう日々こう結構バチッとあった状態でレースはいけてますかと思ってはいってるんですけど、ちょっとずれてるところもあるので、はい、まあ、微調整は必要です。はい、じゃあ今日はもうその優勝戦に向けても微調整でいけそうな範囲。はい、さてスタートですけれども、スタートに関してはどうですか？勘とか届き方。まあ、勘通りは勘通りなんですけど、ちょっと思い切っていけてないところもあるので、はい、もうちょっとつかみたいなとは思ってます。わかりました。今日は4号艇での戦いとなりますけれども、どんなレースしていきたいなというのはありますか？まあ、ピット離れもあることなんで、まあ、臨機応変に展開捉える形になると思います。はい、それではもう一言ゲストの皆様にお願いいたします。頑張ります。優勝戦5号艇秋山直之選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。準優勝戦はピット離れから見せ場を作ってくれましたけれども、ピット離れというのは調整ですか？いや、今節は乗り物に関しては扱っていないので、はい、じゃあこうたまたまでですね。そうなんですね。はい、まあ、乗り物に関しては扱っていないということですけれども、調整に関してはいかがですか？今シリーズ通してというのは、5日目までは何も手を加えていません。あ、そうですか。はい、じゃあもうもらった状態でレースができている。そうですね。うん、まあ、その中で船足としてはどういった評価されますか？もう何の不満もないです。優勝戦に向けてとなると、今日は
何か考えてらっしゃることありますか？まあ、今の状態のままも含めて考えようと思います。わかりました。それでは最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。はい、今日一日精一杯やります。優勝戦6号艇桐生純平選手です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。あの船足としては仕上がりとしてはどんな感じになっていますか？そうですね、バランスが取れていて悪いところはないですね。はい、今日優勝戦に向けてというのはどこかこう求めていこうというとか何かありますか？今日気圧が高めで体感がいいので、はい、ちょっとした微調整でいこうと思います。もう微調整でいける感じにはなっている。はい、準優勝戦のメンバーと戦っても、まあ、一緒ぐらいだと思います。あ、そうですか。はい、特徴としてはバランス型ですね。バランス型、はい、スタートに関してはいかがですか？あ、それなりにいけてます。はい、全速でいけている感じ？まあ、全速の時じゃない時もありますけど、はい、まあ、それなりにいけてます。はい、今日は6号艇での戦いとなりますけれども、はい、まあ、コースも含めてどうやって戦っていこうかなっていうのは何かイメージはありますか？6コースからいきたいと思います。はい、わ、はい、かりました。最後にゲストの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、大好きな水面なんで精一杯頑張ります。お願いします。